ネクストクラウドはオンラインストレージの作成と使用のためのクライアントサーバー型のソフトウェアである。機能的にはドロップボックスに似ているがオフプレミスのオンラインストレージサービスは提供しない。ネクストクラウドはフリーかつオープンソースなので誰でも自分のプライベートサーバーにインストールして利用することができる。ドロップボックスのようなプロプライエタリなサービスとは異なり、 ネクストクラウドのようなオープンアーキテクチャではアプリケーションの形でサーバに機能を追加することができユーザーがデータを完全に自身の制御下に置くことができる。ネクストクラウドはオンクラウドの作者であるフランク・カーリーチェックによってオンクラウドからフォークして誕生した。ネクストクラウドはカーリーチェックやその他のオリジナルのオンクラウドの開発チームのメンバーによって 積極的に開発されている。NEXT Cloud ではファイルは通常のディレクトリ構造で保存されており、w e b ブを介してアクセスすることができる。ファイルは転送時に暗号化され、保存されているファイルに対してもオプションで暗号化することができる。NEXT Cloud はデスクトップクライアントまたはモバイルクライアントによってローカルのファイルと同期することができる。NEXT Cloud はオパニド または、ロードアップを介して、ユーザーとグループの管理ができる。ユーザーとグループの間の読み書き権限を定義して、ファイルを共有することができる。また、NEXT c l o u d ユーザーは、ファイル共有時に公開 URL を作成することができる。ファイルに対する行動の記録や、ファイルアクセスルールに基づいて、ファイルへのアクセスを禁止することもできる。NEXT c l o u d はモニタリング機能、 全文検索、ケルベロス認証、音声、ビデオ会議、拡張された連合、UI の改善などの新たな機能が追加されている。NEXT Cloud はモジュール式なので、プラグインによって機能を拡張することができる。プラグインの開発者は、NEXT Cloud の開発元が提供するプラットフォームを通して、他のユーザーに拡張機能を提供することができる。このプラットフォームは、 オープンプロトコルを介して Next Cloud ンスタンスと通信をする。このアップストアにはすでに200を超える拡張機能が存在する。これらによって以下の機能を実装することができる。ローカルマシンと Next Cloud サーバのファイルを同期するには Windows Mac OS Free Boost Linux で動作するデスクトップクライアントか Android iOS で動作するモバイルクライアントが利用できる。 ファイルやその他のデータはウェブブラウザを使用してアクセス、管理、アップロードすることもできる。サーバのファイルシステムへの更新は接続されているすべてのデバイスに反映される。NextCloud のサーバサイドソフトウェアは PHP と JavaScript で書かれている。リモートアクセスにはオープンソースの WebNav ブブサーバであるサーブル・デイ Dave を使用する。NextCloud は エスクアリットマリアドブマスコールオラクルデータベース、ポストグレスコールなどのデータベース管理システムと連携するように設計されている。NEXT c l o u d 1 2では何億ものユーザーに対応することを目標にグローバル、スケールという新たなアーキテクチャが開発された。このアーキテクチャではユーザーを別々のノードに分割し、それらの間の相互作用を管理するためのコンポーネントを導入する。 2016年9月、ネクストクラウドは、ウェスタンデジタルラボとカノニカルと共同で、ネクストクラウドボックスをリリースした。この発表は、カノニカルの CEO のジェイン・シルバーと、フランク・カーリ・チェックによって行われた。ネクストクラウドボックスは、スナッピーを利用する Ubuntu コアが動作する、ラズベリーパイをベースとしている。これは、その他のベンダーのためのリファレンス実装となることを、 意図していた。2017年6月にウェスタンデジタルがウェスタンデジタルラボを閉鎖したことによって製造を終了した。代替ハードウェアとしては以下が入手可能である。その他にも発表されている。2016年4月にカーリーチェックとその他の幾人かの開発者がオンクラウド、インクを去った。オンクラウドコミュニティに近い情報筋枠。 これにはオンクラウドスタッフの何人かが含まれていた。カーリチェックのブログにはコミュニティの所有者は誰なのか誰がオンクラウドを所有しているのか何が理由なのか短期的なお金かあるいは長期的な責任と成長によるものなのかなどの質問が寄せられた。これらの質問に対する公式の声明はなかった。しかし、 カーリチェックは2018年のホスデムカンファレンスでの講演でフォークについて言及しオープンソース開発者とコミュニティに慣れていないビジネス志向の人々との間の文化的なミスマッチを強調した6月2日フォークの発表から12時間以内にアメリカのオンクラウドインクはアメリカの主要な貸し手は私たちに対する信用を取り消したアメリカ法に基づき オンクラウドインクの即座の閉鎖と8人の従業員の解雇を余儀なくされた。と述べた。オンクラウドインクはカーリチェックがオンクラウドの開発者を密了したと非難したがアーサースキーワンなどのネクストクラウド開発者はオンクラウドインクのすべてが想像通りに進化したわけではないので辞任することにした。と述べた。オンクラウド GMBH は事業を継続し、 新規投資家からの資金調達を行い、オンクラウドインクの事業を引き継いだ。ネクストクラウドはオンクラウドからフォークしたプロジェクトであるが、現在では多くの違いがある。オンクラウドはオープンソースのコミュニティ版以外にも、追加機能とサブスクリプション方式のサポート付きのプロプライエタリな商用版も存在する。ネクストクラウドには複数のエディションは存在せず、 オープンソースのエディションだけが存在する。Google トレン n のデータに基づくと NEXT Cloud はオンクラウドよりも人気である。ありがとうございます。